リモニンはフラノラクトンの一種のリモノイドに分類される有機化合物の一つである。みかん族などの植物から得られる常温常圧では白い結晶性個体として存在する物質で苦味を持つ。リモン酸 D カンラクトン、リモン酸ジデルタラクトンとも呼ばれる。オレンジやレモンや白線などみかん化の果実に含まれ、特に種子には高濃度で含まれていることが多い。 また、みかん化植物を原料とする、気薬のクレッシュ油や木合芝にも含有されている。リモニンを含む、リモノイド化合物は、柑橘類を用いた製品に苦味を与えることがある。オレンジジュースなどの製品から苦味を取り除くために、抗分子膜を利用することが提案されている。人の疾患に対して、リモニンを用いる、様々な研究が行われている。 柑橘類の種子からの抽出物は、抗ウイルス作用を示し、HIV-1 や HTLVI などのレトロウイルスに対する複製阻害作用が報告されている。神経保護作用や大腸癌細胞の増殖抑制も確認されており、マウスを用いた実験では、抗肥満薬としての作用も見られた。ありがとうございます。